アイリーンエッセルはイギリス出身の女優である。1922年イギリスロンドンに生まれる。1940年代から1950年代にかけておよそ13年間舞台女優として活動していたが30代前半の頃に結婚をして息子ができたことを機に演劇界から遠ざかっていた。1998年に長年連れ添った夫が他界したことで 再び演劇界へカムバックし、2000年にイギリスのテレビシリーズ、ドクターズの1エピソードで女優復帰したことから本格的にキャリアを再スタート。イギリスのみならず、アメリカ映画へも出演しており2003年には、ダニー・デビートが監督したニューヨークが、舞台のブラックコメディ、おまけ付き新婚生活で、ベンス・スティラーとドリュー・バディも演じる、主人公夫婦を悩ませる老婦人をユーモラスに演じて、 印象を残している。2004年にはネバーランドでジョニー・デップ、フレディ・ハイモアと共演し、翌年にはティム・バートン監督のチャーリーとチョコレート工場で再び二人と再共演している。2015年ロンドンで没する。去年92歳。ありがとうございます。